どうも、くまです。本日は、ミッションでロイヤルかウィッチで4勝があるので、いつも通りロイヤルで回っていこうと思います。使うのは御旗疾走ですね。で、ちょっとだけ変えました。アサシン1枚入れてクイブレ1枚抜いたという感じでしょうか。はい、それでは行きましょう。まあ、御旗疾走ロイヤルはかなり面白い、個人的には面白いデッキなので、まあ、サクッとね4勝しちゃいたいなと思います。さあ、1戦目の相手はウィッチ。ちょっとトラウマですね。ただ先行は取れていく。ここはまず前半組を引きたい。おお、引けない。まあ、どれだけウィッチは顔面にパンチできるかどうかですからね。さあ、1枚引かせてもらえた。これはラッキーですね。私に任せな。鈍いな、押せ。ゴーレム連成。よし、これで御旗が出せた。押せ。ダメ。そんな。もうゴーレムには触れずに行きましょう。で、次5ターンですよね。オッケーオッケー。じゃあノーブルケンタウルスいきましょう。戦場をかけましょう。突撃やるのみだ。ただまっすぐに。ダメ。貫く。で、次6ターン目何するかっすね。メイドリーダーよりは兵士徴収した方がいい気がしますね。通過する。なるほど。ノーブルで3点確定なんで、そうっすね、兵士徴収しときましょう。甘く見ないでよね。ああ、これで勝てましたかね。これで決めます。やっぱ洋乱ってね。我が忠誠は剥がれぬこと。守護が出されなければ次のターンで勝ちですね。デモン。なるほど。
うわ、バグったー。マジかよー。いやー、ちょっと待ってよこれ。待ってよ。これじゃないか。いや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 、これがシャドーバースの闇ですわ。いや、マジかよ。つれえわ。バグ。まあ、一生逃しましたね。どうぞ、お覚悟。はい。パパ、ママ、ルナを守ってね。いやー、すげえテンション落ちる。いやー、すげえテンション落ちたな。勝てる試合落とすもんな、このゲーム。はいはい。じゃあオーレス出しましょう。どうしよう、行くぞ。で、3ターン目不屈出して4ターン目御旗みたいな感じでいきたいっすね。スカルウィドウ強いっすね。じゃあノーブルにしましょう。さあ、活路を開け、悲しみを立ってみて。まだ真っ直ぐに。いや、またちょい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 、クソかって、そりゃねえぜ。いや、おかしいよこのゲーム。やる気なくなってくるよ。おかしいって。切ります。はい。負け扱いですね。こんなバグる？こんなバグる？2連バグる？そうか。そういうゲームか。さあ、次。気を取り直していきましょう。ロイヤル。もうこれね、負けたらやってられない。負けたらやってられないよ、マジで。おい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 。頼むぞ。まあ、メイドリーダーはいいっすね。御旗引けてない以上は。鈍いな。ゆっくりやるか。ちょっと相手には申し訳ないけど。バンガードさん、こんなの気にしないよ。いやー、マジでこのバグ怖いわ。ダンサー強いっすね。速さが足んねえか。さあ、戦場をかけました。ただまっすぐに。甘く見ないでくださいね。アセンティック、また珍しいね。交換値。申し訳ありません、ご主人様。プロフェン。
いや、これ負けたな。いや、これ負けだろ。こっからどう勝つのって感じ。さあ、戦場をかけましょう。お帰りなさいませ、ご主人様。カース引けたけど、なんかプレッシャーが弱いよね、これ。最高の笑顔でお迎え、甘く見ないでくださいね。まっすぐに、やるじゃねえか。行きますわよ。あー、きついね。申し訳ありません、ご主人様。ずっと一緒よ。お帰りなさいませ、ご主人様。いやー、これきつい。プロフェンも引けてないしね、こっちは。5点、2点、うん、全然足りないもんね。いや、これきついだろう。なんでこんな試合だけパグらねえんだよ、本当に。わけわかんねえな。しゃあないよね。この命が尽きるまで戦うわ。生きてみせる。もう痛いじゃない。いやー、これはきついね。もう、いや、ダメだ、これはダメだ。引きが悪い。覚悟はいいです。リタイアします。いや、もうダメだ、テンション下がる。降伏します。もういいっす、戦う意味もないっす。いや、マジで動画投稿すっかんな、これ。覚えとけよ、再現。いまあ、こっから4連勝しましょう。頑張って。ほら、もうマッチングしないって。こんなバグゲーに人いなくて。頼むって。もうゴールデンタイムだよ、今。しっかり。軍師の妙策持ってないっすね。次の戦争のためにってテキスト短いな。まあ、ちなみに戦時中に女性軍師っていうのは存在しないんで、ゲームの中オンリーですね。私は天空の覇者、ダークドラグーン。さあ、頑張ろう。相手はあれだよね、ドラゴンだよね。プロフェンいらないね、先行において。よし、よろしくお願いします。気を取り直していきましょう。神か、食いぶれ引くって神か。鈍いな、押せ。まあ、食いぶれノーブルストルーパーとかも全然序盤中盤戦えるんでいいっすよね。ここは、おお、いいね。1234来てるよ。無駄に食いぶれを守っていきましょう。
あ、死んだ。速さが足んねえか。いやいや、わけわからんってわけわからんって。ちょいちょいちょい、わけわからんぞって。それはおい、 PC 版だぞ。インターネットプツプツ切れる環境とかありえねえからな。ちょ、勝てる、勝てそうだなと思ったら勝てそうだったなと思ったらこれやめて、マジで。3回目だから、4戦中3戦それで死んでるから。しかも残り1戦普通に負けてるから、マジクソゲー。勝って、どうぞお覚悟を。家族を守るために。よし、もうやる気しねえな、おい。おかしいだろ、全くミッション進まないって。頼むって。え、ランサーノーブル三旗で行きましょう。ちゃんと出てから。作戦、うん。いや、さっきのドラゴンとか作戦もアイラも引けてなかったのにさ、ラッキーと思ってたのにな。ただまっすぐに。出るか。いいっすね。ただまっすぐに。え、5ターン目何するかだな。兵士徴収しか今のところ選択肢は取りようがないですが、アイラ、アイラ進化して殴って、盤面全部除去か。それは辛いね。あ、除去しない、マジ。じゃあ兵士徴収しちゃおう。いいっすね。じゃあケンタウルス、ヴァンガード、カースド、スニッピー、フロフェン、どれでもいきますね。もうこれ進化してもいいぐらいだな。まあいい。こっから負けることはほぼないでしょう。なるほど。まあカースドアサシンかな、ここは。進め、進まぬのならば叩き切る。戦いってのは敵の裏をかくものよ。いただくよ。まあ念のためあれか、カースド進化しとけばよかったか。アイラ、うん、これは勝ちじゃないですかね。覚悟はいいか。まあアイラ進化させたところでカースド殴れないんで。一緒なら。旦那様、しばしお待ちを。刈り取って差し上げます。振り向くな。見事なもんだ。オッケーっすね。まずは一勝。長かったよ、この一勝もぎ取るの。
当然の結果です。5戦中1敗1勝3バグ、しかもの3バグね、多分勝てた3バグだからね。辛いよ。本来ならもう動画終わってるよ。さあウィッチ、1戦目の相手ですね。まあ人は違うかもしれないけど、手加減なし、本気でいくわ。バグったウィッチだな。これもう1マリガンしてもよかったか。へんてこだもんな、こんなの。いいっすね、回ってますね。うわあ、雑魚かって。ケンタウロスヴァンガード出してもしょうがないんで、これはターン終了していきましょう。さあ、戦場をかけ、ただまっすぐに。引きがやばいですね。これは引きがやばい。20連星、それはありがたい。引きがやばいっすね。さあ、戦場をかけましょう。これで決めます。この子と一緒なら、ただまっすぐに、ただまっすぐに。ん？ああ、なるほどね。なるほど。ちょっと待ってや、引きが悪いぞ。こっから勝つにはまず三旗、まず三旗。アルビダはいらん、マジで。そうするともうフロフェンこっち出すしかないよね。まあちょっとカースドとのシナジーがすごくあるフロフェンですが、ここはもうまだ序盤戦ということでやっていきましょう。ルーキーはありがたい。ちょっと今手札腐ってる状況でルーキーはありがたいっすね。真面目さ、ナイト狩り。まあフロフェンはもうこれ、このターンで狩られてもしょうがないですね。はい、メイドリーダー出しましょうか。メイドリーダー出して、引き直すしかないね。まあ、ワンチャンアルビダとかもありますが、そうっすね、メイドリーダー出しましょう。あー、三旗来た。これで三旗来たんで、7ターン目はケンタウロス、ケンタウロス、スニッピーでいきましょう。もうこれはやもなしです。仕方ない、仕方ない。いや、ケンタウロス、ケンタウロス、ノーブル。さあ、戦場をかけましょう。で、ここで盤面9点なんで進化して終わらせます。
ただ一本の矢貫く。ダメ。貫く。ただまっすぐに。そんな。残り1ポイントまで行きました。で次のターン守護張られなければアルミダで勝ちですね。まあデモンでもどっちにしろ勝ちって感じですね。我が意志はまだ折れぬ。はい、勝ちですね。オッケー。2勝目。当然の結果です。結構手札死んでましたね。あのウィッチじゃなかったら多分負けてたかなと思います。まあロイヤルとかあとアグロ気味のネクロとかそういう相手だと今の試合は負けてましたね。お、アポカリプスデッキの失踪さんじゃないですか。さあネクロ、どうぞ覚悟を。パパ、ママ、ルナを守ってね。先行なんで御旗だけ残しましょう。いいっすね、周りと戦える陣営ですね。お、プロフェン引き直す。鈍いな、押せ。3の動きがちょっと弱いですね。あー、ランサーか。じゃあランサー出しようかな。これで3の動きをオースレスでも別にいいですね。まあ相手は突っ込んでくるのかな。あ、突っ込んでこない。あ、不屈でもいいな。どっちにしようか。不屈にしようか。いや、オースレスにしとこう。どうしよう。行くぞ。隊長、任せてください。押せ。痛い。これで、多分一人だけ生き残りますね。まあ相手進化、あ、まだ進化ないのか。間違った。まあ212で。お？体格だ。なるほど。速さが足んねえか。悲しみを断ってみたい。活路を開く。新たなる運命。スパルト一心。ん？やばいやばい。わからん。これが私の恥か。これはわからんな。どんな形なんだ。可愛いからって甘く見ないでね。これで決めます。やっぱ妖乱ってね。我が忠誠は鋼のことし。命見ないでよ。これは多分一体は残ってくれるんじゃないかな。お母ちゃん見ててね。やったー、大成功。うんうん、そろそろメイドリーダー出したいよね。お帰りなさいませ、ご主人様。御旗か。どうすっかな。ちょっと手札切れ気味感があるな。全除去ありますよね。6で全除去ありますね。ここはデモン打ちましょうか。
や不屈出しますか。いやでも殺されそうだな。ワンチャンわけわかんなく見旗出す。じゃあ出してみようか。本当かよって感じ。悲しみを立ってみせる。あ、死の祝福の方か。ルナと遊ぼう。なるほどね。そうっすね。甘く見ないでくださいね。あ、これあれなんだ。御旗2枚出ししても意味ないのこれ。あ、あるか。我が忠誠は鋼のごとし。残り相手が8なんで、デモン込み考えると3削る3だから5削りゃいいっすね。ここは2枚除去されないね。全除去っすね。はい、見せてあげる。まあただこっちも全除去できるから、まあいいね。うん、そうだよね。痛いじゃない。あ、勝ちいいですね。突撃あるのみだ。貫く。あ、まだ勝ちじゃねえ。あぶね。オースレス出しましょう。どうしよう。行くぞ。隊長、任せてください。さあ残り1ですね。御旗2枚面白いね。これはこれで。はい、ありがとうございます。なるほどね。2上がるから結構面白いっすね。当然の結果です。さあ残り1勝。序盤はバグに悩まされましたが、なんとかここまでたどり着けました。さあラストはビショップ。どうぞお覚悟を。手加減なし、本気でいくわ。先行ですね。御旗取っときましょう。うん、御旗2枚出しも結構面白いな。あ、いいっすね。まあ234と動けて、まあ5ターン目もノーブルがいるんで動きやすいかなと。ん？これは、私に任せな。これはワンチャン私の嫌いな土の秘術ウィッチでは？僕だってできるんだ。人間ウィザードちょっとめんどくさそうなの来たな。これプラス1、あ、攻撃上がるだけですよね。さあ戦場をかけましょう。防御も上がるならちょっとほっとけないんですけど、攻撃上がる分にはまあいいかな。なじみさってことは枯れるってことですね。はい、退却だ。
まあ、ゴーレム、ずっと一緒よ。いや、今のゴーレム進化の殴りでいいんじゃないのかな。そんなことないんですかね。可愛いからって甘く見ないでね。これで決めます。やっと妖乱ってね。我が忠誠は剥がれるほど。まあ一応相手に、盤面除去全除去されなきゃいいかな程度ですね。まあ全除去されても仕方ないかなぐらいですね。ここは6ターン目はすごくいいんですけど、7ターン目がちょっと微妙っすね。おお、来た来た来たや、進化して、ただここあれじゃない、これで決めるわ。二除去で2点の、私は真理をつかむ。2点の4点8点、1点足りない感じか。うん、ちょっとじゃん、勝った。さあ戦場をかけましょう。さあ戦場をかけましょう。覚悟はいいですか。これ盤面で勝ちですね。より固くより一気に決める。悲しみを立ってみせる。ただまっすぐに、ただまっすぐに、想像以上に。やっと4勝だ。当然の結果です。はい、これでミッションが全部今日の分は完了しました。アチーブメント、ここで死んでいただきます。まあこんな煽りはつけないですね。それではご視聴ありがとうございました。